最後列左から3人目。1929年ジュネーブ国際労働会議にて3代目、茂木惣兵衛は大正期の実業家。初代、茂木惣兵衛から続く横浜の生糸商社、茂木合名の3代目。幼名は良太郎。両親は初代、茂木惣兵衛と横浜の芸者、胡蝶との娘と、その婿養子である2代目茂木甫平。麻布中学卒業後、第8高等学校に入学したが、1912年に初代惣兵衛の甥である2代目惣兵衛と父親が相次いで死去したため1年で中退し、19歳で茂木合名を継いで惣兵衛を名乗る。実務は古参社員で義兄弟でもある長代ほどさんが補佐した。第一次世界大戦の後継期に乗じて原富太郎と結んで帝国産紙を設立。初代ゆかりの第74銀行事業の多角化に乗り出したほか、井上淳之介をはじめとして、政財界の要人と結び、茂木財閥、茂木王国と称された。祖母のお蝶、未亡人となった母との3人暮らしだったが、使用人を数十人と抱え、その生活ぶりは贅沢を極めた。だが、戦後不況の煽りを受けて1920年5月に、茂木合名が破産。第74銀行などの関連企業も連鎖倒産した。その整理が一段落つくと、1923年に再起を期して、イギリスに留学、ロンドン大学でハロルド・ラスキの教えを受け、実業家も社会運動に関心が必要だという考えを抱く、1935年に帰国して再起を図ろうとするが、その矢先に病に倒れ、42歳で死去した。AB、明治美人伝、長谷川時雨。ありがとうございます。